ガーデニングママ、ママと森の仲間たち、やー！ゲームの流れをご紹介。最初にお手伝いのお願いがお家のポストに届くのよ。一生懸命お手伝いをしようね。お手伝いをするとお礼に種や球根、苗木がもらえるのよ。もらった種をお庭に植えてお世話して育てましょうね。あら、お花屋のうさぎさんがバラが欲しくてお願いに来たみたい。お庭で育てたバラをあげようね。やった、バラでお花屋さんは大人気。お礼にうさぎさんからお庭を飾るアイテムがもらえるのよ。やった、これからもっと詳しい説明をするわね。お手伝いをしよう。お手伝いをお願いされるお手紙はお家のポストに届くのよ。お手伝いの内容はいっぱいあるの。ナスを上手にカゴに入れて収穫をしよう。やったね、今回はナスの種をもらったわよ。お手伝いのお礼は植物の種や苗木、球根なの。たくさんお手伝いをしていろいろな種や苗木、球根をもらっちゃおう。お世話をして育てよう。お礼にもらった種などはお庭の花壇に自由に植えられるのよ。バラを育ててみましょう。植えたいところにタッチするだけ。簡単でしょ。植物には毎日水やりをしてあげてね。見て見て、だんだん成長してきたわよ。素敵、とっても綺麗に咲いたわね。植物のお世話を続けているとお庭がどんどん広くなるのよ。いろんな植物を育てて自分のお庭を華やかにしよう。森の動物のお願いを聞こう。収穫した植物は納屋にしまいましょう。あ、お花屋のうさぎさん、バラが欲しくてお願いに来たのね。納屋からバラを出してうさぎさんに渡しましょう。いろいろな森のお店はあなたの助けで大きくなります。動物たちのお願いを聞いてあげてね。え、バラのお礼にお買い物チケットをくれるの？ありがとう。お買い物チケットは森のショップでお庭を飾るアイテムと交換できるの。このパラソルかわいい。かわいいお庭になったでしょ。たくさん飾ってみてのよ。任天堂 3DS 専用ソフト、ガーデニングママ、ママと森の仲間たち、9月26日発売。素敵なお庭を作りましょう。